コロンボ、はい、コロンボさんです。さあ今日は新しいゲームやっていきます。こちらです。マイフレンドリーネイバーフット、親切なご近所さん。はいこちらのゲームはね、本当に最近出たばっかりのゲームなんですが、銃のアクションゲームにマスコットホラー、可愛らしいマスコットホラーを掛け合わせた革新的なゲームらしいです。やっていきましょう。始まりました。あ、なんか誰か、あーなんかほら書いてある、担当者ゴードンっていう人が主人公みたいだね。空きスタジアの電源が回復した、ほら通常の番組に加えて放送が始まった。急にあのフレンドリーネイバーフットのこの番組がね、放送され始めてしまったってことですね。閉じてたスタジオが明るくなって、へえ、オッケー、やっていこう。ああ、お、どうする、どうするっていうか、何これあ、開ける、あ、チョコレートバーゲットしたわ。回復アイテム的な感じかな。え、他に何できんの。あ、トラックから降りる、あ、降りれるのねいや、多分この人がゴードンなんでしょうね。おお、すごい、リアル、リアルってか面白い感じだね。健康って書いてあるけど健康なんでしょうかよし、行ってみましょう。汚いな、スタジオの周り。だから閉じられたスタジオだからありえないぐらい汚くなってるね。うわ、あれオッケー、入っていこう。なんか銃って書いて、銃アクションみたいな感じなんだけど、銃じゃないんだよ。なんか変なものを撃ってるんだよね、 PV 見ると。おお、あ、エレベーターが動いてるなみたいな感じかな。あ、鳴らす。あ、字幕出るね、日本語で、すごい。え、なになに、自動全自動、なになに、どういうこと、すごい高い。え、あ、なにこいつ、え、なんで動いてんだこいつ。あ、こいつが動くのは普通の世界線なの全然人の話聞かないし、この変なさ靴下みたいな人形、ほらやばい、全然話聞かないわかった、アンテナを切断しに。あ、全然聞かない。あ、やっぱ靴下なんだこいつ。僕は靴下のリッキー、テレビはこれまでと。あ、アンテナを切断する。あ、やっと話聞き始めたわ。あ、ダメだって。なんで、何こいつが提案してくれるの、なんかなんでこいつ生きてるのあ、なんかくれるって。え、なになに、なんか吐き出された。なにこれ、キーカードか、これで入れるようになるみたいな感じかな、もしかすると。よし、カードキー取りました。おーん、まだまだ序盤ですからね。さあ、待って、いろいろマジでさ、あ、なに、メダリオン、え、バイオハザードやん。え、なんかマジでさ、あの評価とかツイッターとかでバイオハザードがなんかかける、こういうなんかマスコットホラーみたいなこと書いてあって、そういうことシステム的にもそんな感じらしいんだけど、ただやっぱこうモンスターはマスコットキャラクターなんでそんな怖くないっていう。ここには何か置けそうだ、だってそうそうですか、何を、お、置かれてるやんそれ、置けそうだっていうか、もう置かれてるんよそれは。これ敵だよね多分ね、やば。あ、そう、カードキーゲットしたから、それで、あ、ここが、え、カードキー使うような場所ねえや、反対側か、ロック、ここじゃないのか、ここかな、あ、ここか。え、何これ汚い、あっ、グリマッシェイクぶっかけられてるわ。あった、アイテムとか見れるのかな。アイテムはタブキーか、あ、た、ほら見て、タブキー押すとさ出てくるんだけど、ほらこれさ、バイオハザードっぽいよね。プラスチックスタジオ、別の場所を開けられるかもしれない。あー、外に出ろってことかもしれないね。外出ましょうか。あ、え、やばいやばいやばい、なんか走ってった。おい待て、お前、あいつ絶対、てかあれじゃん、サムネに映ってるやつだろこいつ。あー、いない、もう早っ、動き早っすごいなこのゲーム、絶対名作の予感なんだけど、流行るかどうかはまあ置いといてさあ、あ、開けられる、なるほどね、こっから入っていくわけだ。やべえ、いよいよモンスターってかマスコットが襲ってくるかもしれない。うーわ、あ、え、なにこれ、タイプライターじゃん、調査する。あ、古い、1968年
その頃に放送されてたってことだね。未就学児向けの新シリーズ、私のフレンドリーなご近所さんが初放送された。とにかく古いことが分かりました。ちょっと暗いな、ちょっと不気味感で、不気味だよ、ちょっとやめて、ちょっと、あ、開く。めちゃめちゃ誰かいるよ。すいません、ちょっとあなた自暴自棄になるのはもうよしといた方がいいですよ。すいません。あなんか銃みたいのあるはず。あ、いけない、やばい、あいつちょっと突っ切らなきゃいけないってこと。その銃みたいのちょっとちょうだいよ、じゃないと本当にやられちゃうよ。まあいいや、行こう。無防備。あいつ無視していけばいいんだわ、こうやって。あいつどうやらおかしいんで。ああいうおかしいやつはほっとくに限るわ。あ、こっちも行けるね。いけないわ、はい。あここが開くわけ、なるほどね。またおかしいやつ声聞こえるぞ。ねえ待って、もうめちゃめちゃいっぱいいるじゃん。え、飛び降りたらやばいでしょ、って銃とかないんだよ。あいつ襲ってくるでしょ絶対。じゃあ飛び降りよう。あー動ける、こっち行けるね。ねえ怖い、何あの人、ちょっとねえ、ここの人たちみんなさ、自分で一人で喋ってるんだけど、めちゃめちゃ怖い。ちょっと近づいてた。あ、はあ、何、あ、信号、あ、これあれか、信号青の時に行けってことかもしれない。関係ないから、赤信号、いやー、あ、うわー、やばいやばいやばい、早く。あーちょっとおかしいぞ。あー怖、ちょっとまた無防備すぎて何もできんわ、ああいうやつらに対して。なんだなんだなんだ、電話、早く武器ちょうだい、武器。あ、トイレ、ちょっとトイレのマーク書いといて、トイレならさ調査する。あっやだな、トイレに入ってるアイテム。え、だダクトテープってなんだ。古いがまだ使えるロールテープ、毎日使うものだ。毎日使わねえだろ。こんな感じでアイテム拾えるの面白いよね。あ、化粧室調査する。あ、なにこれ、断層、え、これ断層どういうこと。これ銃、え、回復ポーション、あー回復ポーション使ってヘルスを回復することができる。ここから使うのかな、回復ポーションって。あーそうだね、使用する。そろそろで、ね、獲物が欲しいですよ、コロンボさんは。行きましょう、どっかに落ちてるはず、必ずどこかにコロンボさんの相棒が落ちてるはずなんですよ。恐ろしいマスコットたちをぶっ倒す相棒がね。はっ、怖っ、ちょっと待って、至るところにいるのに武器がないって、それ、あの上の扉もなんかいけそうっちゃいけそうだね。ねえ何もでき、あ待って、あほいほい、これ鍵じゃない、鍵だよねこれ。あでも開けられない、これはレンチ、あレンチゲットした。あえレフトボタン、やばい、近接武器だ、なるほどね、オッケー、戦えるんだこれで。おおいいじゃんいいじゃんいいじゃん、おらおら、あこれは壊せないの、これ絶対狙い撃ってってことだよね。あ、わかった、このレンチであれだわ、上にいたやつをぶっ倒せばいいんだ。覚悟しろ、自分の運命を呪んだら、ふざけんな、おら、いや、ちょっと、え、待って、強すぎない、ちょっと、待って、強すぎて、それは、おら、よっしゃ、おっしゃ、あ、敵が倒れたらテープを貼ることができる、待った、こいつ起き上がるってこと？あ、テープ使っちゃった。え、しかも一回しか使えないの、テープ。これ難しすぎるだろ。選択する。あ、なんかアクション、ガンアクションみたいなのもできるよ。まあ、そうじゃなくて。ちょっと回復しないと死んじゃう。使用する。ああ、使えた。待って、一段階しかさ、回復できないの。マジに？ちょ、難しくない？それ多分こっちですよね、とりあえずね。やば。ねえこいつさ、ちょっと近接武器じゃ超厳しいんですけど、なんかない、回復する、え、お金入れると回復できるみたいな。あ、セーブ、ちょっと待った、おいおい、セーブにもお前金が必要なのか、せちがら、あまりにせちがらいって、それは、あ、収納ボックス的なやつ、
これ何これ断層。あ、トークンある、トークン。これはしまう。オッケー。なるほどね。あ、なかなか面白いね。あ、トークンあるよ。ゲットゲット。これでセーブするんだ。やば、お金ないとセーブできないのきつい。まあバイオもそうか。でこっちは、あ、で回復できると。回復したよ。喘息の治療法を続けることを検討しよう。もっと運動した方がいい。やかましい。あー、怖いなー。でも銃が欲しいよ。はい、じゃあゲームの途中ですが、コロボさんの持ってるこの武器、これはめちゃめちゃ頼りないと思ったら高評価よろしくお願いします。このゲームでは高評価1500を目指していきたいと思いますので、皆さんぜひモチベーションアップのためにボタンをポチッとよろしくお願いします。さあぶっ倒しましょう。おらっ、うわっ、おっしゃ、結構倒せた。おらおらオーバーキル。テープないとこいつら一生出てくるってことだよね。それはあかんぜよ。アンロックされた、あ、開けられたってことか。なんで開けれた。あ、また戻ってきたってこと。ねえねえねえ、ちょっと待って、ガチでさ、あ、でこの先に進めるか、であいつを倒すんだ。あ、なるほどね。いやー、憎たらしい。こっち見てるよね必ず。えっ、おお、あっ、あ、ダメだこれさ、むずいな結構。はっはっ、オッケーオッケー、今だ。よし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 、絶対この先銃あるでしょ、絶対あるよね、あいつが守ってるんだもん。あるはず、必ずある。あ、なになに、ムービー入ったよ、大丈夫。あ、あ、ほら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 、あっと、あー怖っ。なんだこいつ、やっぱ恐ろしいなこいつ。パペットが俺を攻撃してくるんだ、怖っ。なんて恥ずかしい。ところで君の名前、こいつ鼻ずきけマジで。あだ名、君のハンドルネーム、ペンネーム、コロンボさんです。ゴードンです、はい。あ、これは銃か、動くのかだって。銃、これ何、お前何してんだお前、まさか、おい、まさかやめろよ、コロンボさんのせっかくの銃なんだから。少なくともパールには気をつけてくれ。パール、あの人を押し潰す巨大な鳥、怖っ。そんなやつも出てくんの。待って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 早く、え、待った、ちょっとやばいやばいやばい、なんか来てる来てる。で、これ、あ、やっぱこれが弾丸みたいな感じなんだ。ちょっと待って、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、え、待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、早く早く早く、ちょ、装備装備装備、早く、あ、ちょっと、え、はっ、はっ、え、どこ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 、え、撃てる、これ撃てる、やば、ほら、ほら、ほら、当たってる、またやばい、いやー、ちょっと、ねえ、なにこれ、ねえ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、はっ、はっ、ほら、はっ、え、オッケー、え、大変なことになったぞ。え、これ倒せてる、これ。またまた他になんかない、これ。なんかアイテム。ないか。怖い！弾倉いちいちさ、これ、あれだ、リロードしないとダメなのかもしれない。これもちょっと調べよう。手作りの武器のようなもの。アルファベットを発射する。どういうこと？弱そう。まあ、いいや。行きましょう。もうね、武器をゲットしたコロモさんはまさに水を得た魚と同等の強さ。わかりました、こっちです、こっちに行って、あの丸の模様が書いてある鍵を手に入れます。オッケー、じゃあこれで撃ち抜くと、いきますよ、はっ、オッケー、あ、あー、開いた開いた、やっぱそうだね、オッケー、これでじゃあ丸の模様がついた場所に行けるようになると、行くぞ。あー、ねえこいつやばい、銃弾もほとんどないのにさ、戦わない方がいいね、まず、うん、で、ここ行けるようになったね、はっ、オッケー、オッケー、おお、なんかすごい豪華な場所来た、あー出た、これ海外でよく見る超カラフルなゼリー、美味しそうだけど美味しそうじゃなさそうだよね。待った、このご飯いつからあんだ。ちょっと怖いです。あー、なんかいっぱい書いてあるね、ギターもある、ベースかこれ。すごい形だわ。あ、待って、調査する。あ、やった、ダクトテープ。
これで縛れるわ。もしかするとさ、あ、これ何、テープ閉じられてる。ハサミが必要ってことか。ないね、何も。テープは限られてるから、もしかすると使うやつを気をつけろってことなのかもしれないね。もっとない？ちょっと断層欲しいんだけどさ、銃のさ。ないか。おお、叩けるまあいいや、もっと長い近接武器欲しいね。日本刀とかさ。ああいつの上、あ、なんかある。何これ、チートテープ。チート、チート使えんの？どこで使えばいい？隠しアイテム的な感じか。こっちは別に来なくてよかったっぽいっすね。オッケー、まあそしたらちょっとこの先行ってみようか。こと、こいついるけどさ。でやっ、オッケー、あ、こいつ弱いかもしれない。まあダクトテープ使うまでもないな、そうなると。あ、やった、嬉しい回復ポーションと断層はめっちゃ嬉しい。で、こっちはどうかな。あ、こう開けられる、開けられる、オッケーオッケー。あー、やばいやば。え、なにこれ、ちょっと待って、怖っ。なんかボソ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 なんか言ってる。あれ、あ、これさっきの場所か。下から来たってことか。なるほどね。じゃあこっちは意味ないわ。あいつまたいる。はっ、あー、下がりながら叩くのいいかもしれん。オッケーでね、じゃあ丸ドアなんでこっちですね。ここ、ここだわ。え、あいついないんだ。オッケーオッケー、まあいいや。結構ね、長くなりますので、皆さん疲れたらね、ぜひ目を休めてください。オッケー。え、めっちゃ広いとこ来た。めっちゃいるやん、敵。やっばー、これどうしよう。何体か縛った方が絶対探索をやりやすいんだけど、まあ、まずは見つからないようにちょっとやってみましょう。回収します。あ、なんかある。あ、断層結構あるよ、断層。オッケーオッケーオッケー。あー、いっぱいね。どんな動き方しとんねん。コロマさんも今度暇の時あの動きやろうかな、こうやって。どうしよう。まず誰か倒していかないとダメだね。上も行けるわ。あ、待った。おう、Don't fall。 落ちるな。そうは言ってもだよ。あ、セットだからね。落ちるように気をつけるってことね。何これ、玉ねぎのマークあるわ。あー、蓋が開けられない。玉ねぎのアイテムを使えば開けられるみたいな。マジいろいろだね、このゲーム。あ、ここにも、これはなんだ、キノコか。めっちゃ騒がしいな。ちょっと静かにしてろよ、マスコットたちくんよ。あー、いるわ。なんか強そうなやついる。ちょっとこれは厳しいか、レンチでは。銃使う？まだバレ、あ、断層結構落ちてるよ、ほら。オッケー。あ、待って、ハンマー。これ取れたりしない？取れない。大して変わらないんだけどさ、レンチと変わらないんだけど、あんまり。あ、来た来た来た。下がりながら行け、下がりながら。あ、これを使う。あ、オッケー、これを使えばオッケー。よし、オッケーオッケー、いいよ。こういうのはちょっと使った方がいいね。ああ、ダメだ。結構早い、こいつ。ふっ、はっ、ほっ、オッケー、吹き飛んだ。めっちゃ吹き飛んだわ。吹き飛ばす方向が良ければ消滅させられることができるかもしれない。これはいじれない。いじれないのね。あ、ここ開かないよね、多分。ああ、そうだね。四角い鍵がないと開かない。なるほどね。てか、メダリオン取ったやつ、どこで使うんだろうね。ちょっとね、近接はほんと緊急時にした方がいいかもしれないね。ここはなんだ？え？あ、これハンマー落ちてるの取りたいよ。ハンマーを投げつけるみたいなことしたいもん、だって。なんか、なんだここ。あ、文字ブロック P。両面に文字が書かれた木製のブロック。ほう。まあいいや。ここはあとは何もない。あ、待って。あ、あった、ダクトテープ。何体かこれ縛ろうよ、もう。厳しいよ、このままだと。オッケー、オッケー。でも結構重要なアイテムかもしれませんね、あれは。ここにもあるね、お魚のマーク。まあいいや。ちょっと今度下探索してみましょう。ただ上はもう全部探索したんで。あ、いるやん、あいつ。でもさ、その場所動かないのはまだまだ親切的かもしれませんね。ちょっと降りていこうか。あー、いた、いた、いた。あ、さっきの場所の一個下かな。あっけ、断層ゲット。めっちゃ断層ゲット。ああ、ふざけた、ふざけた。オッケーオッケー、
こいつはまあいいか、ステープはまだいいや、まだいい。多分ね、ロードを挟まないと復活しないから、多分だけど、多分そうだよねそう信じたいそう信じたい。なんかないアイテム、ちょっといろんなとこ行くのだから厳しいな、倒しながら飛び降りる。あ、待って、何これ、鳥だ鳥、超でかい、うわぁ何、なんか柱食べてる、かわいい、ちょっとかわいい。どうしよう、飛び降りたらやばい、これもしかして。まあいいや、飛び降りて行こう。おいお前ふざけるな、いけ、オッケー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 、やっばちょっと恐ろしすぎるって。それはこっち行ける、あー開けられない、嘘つけ、開けられるんだ、どう考えても。飛び越えろ、待って、あのやばい鳥がいるのはちょっとあれだな、いただけないないただけない。ここは内側から、あーなるほどね、あーやって来ないと来れない場所だったんだ。オッケー、鳥どこだ鳥、うーわ怖、あの辺うろついてやがる。倒せんのか鳥、やばいやばいやばい、うわー、あー来てるかと思った面白え、なんだこのゲーム、ちょっと淡々と進んでいく感じするけど、あー開いた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 、オッケーオッケー、なんかないか、なんかないか、なんかこれ何、これ確認する、あロック、大概のものはロックされてますこのゲームこっち行けんじゃない、あーいけるいけるいける、うわー、あこれやばい、これ動いたらやばいやつかもしれん、ええ動いたらやられる、あーオッケー、危ねえ、動いたらやられたと思う今のは、本当に多分。ほーん、こっちはいけるね、どこに行けばいいんだハンマー落ちてるね、あ、なんだこれ、調査する、はい、あーこれを、あーそれで開くんだ、じゃああっちに重要アイテムあるかもしれませんね、これは。オッケーオッケーオッケー、そしたらさっきの場所戻りましょう。まあまあここも一応見ようか、こいつ弱い、こいつ弱、あー待った、めっちゃいる仕方ない、銃使う、仕方ないよこれは本当に。そうさ、標準が出ないから難しいんだよね、パッフッ、オッケー、おいそこのおばさん、消えろ消えろ、倒した、あー倒せた、え、どっか消えるんだけど、あいつら吹き飛んだ後に、あ、そう、そういうことじゃない、これは何、はあ、めっちゃ、え、待った、砲弾、これ弾倉じゃないのこれ、一応テープ使っちゃうこいつ、ちょっと強いし、オッケーオッケーオッケー、こっち外に出るだけか、やべ出ちゃったな、あ違うわ、やべえ、めっちゃ強そうな武器ある、これ使わせてよお願いだから、あーピザ屋か、調査する、あっ待った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 、あこうやっとくとそれぞれの場所が開くっていうことか、なるほどね、ちょっとじゃあ試しに撃ってみていい、ほらお前はどっか行け、これ強い、あ別に襲ってこない襲ってこない、もしかして興味津々なだけ、いろんなものに、ああえこれ全然足りないんじゃない、もしかするとだよね、足りないよね、いろいろだな本当に。今玉ねぎをあやったから、玉ねぎの場所ちょっと行ってみようか、開くのかもしれないんで、この上だよね確か玉ねぎはね、あ開いてる開いてる、やっぱそういうことね、あーちょっといるわちょっといます、はい、あーだ、あーでも断層か、なるほど、そうなるとあんまりもしかしたら意味のあるアイテムはないかも、うーんどうしようかな、ちょあこっちにも確かあったよね、あれなんだっけ、あーキノコ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 行きましょう、キノコ、じゃあキノコ行きますよ、はいオッケー、こいつはちょっと邪魔なんでやっつけます、ほら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 、オッケー、あー外に落ちちゃったね、まあいいや、あー開いてる、あーなるほどね、でこのブロックを持っていくというわけだね、うんそうだな、じゃあ次はどこだっけな、全体的になんか可愛らしい雰囲気あっていいねこのゲーム、可愛らしい、あ開いてない、え回復ポーションありがとう、じゃあ次は、次はだよ、どこにあったか忘れちゃったね、あなんかここ来てないやん、あオッケー、断層ゲット、サンキュー、ああるあるある、結構揃ってきたね、ここあとなんかないか、あとはないか、
この辺あったっけ、なんか あのおばちゃんがいる。おい、ほら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 、強くない？ちょっとね、ダンク弾がいくらあっても足りないんだけど、弾ってかアルファベットよくわかんないけどさ、何を打ち出してるんだ我々は。我々はここ、あいつまた生き残ってるな。うん、ハンドルがない、こっちからはいけないんだね。おいお前、ほらほらほら、えっディア、ちょっとちょっとね、ね、強すぎるね、この人たちマジで強すぎて、もうまあいいや。なに、ダンス、あ、違う、オレンジ色の鍵ゲットだわ。テープがあればな、マジにさ。テープない、この辺ないです、はい。なんか起き上がってない、あいつ。あ、ここにあるのね。なるほど、じゃあこれすぐ開けられるね。じゃあ魚ちょっと行きましょう、魚。はい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 、オッケー。魚はすぐ近くなんで、どこだっけ、あったあったあった、オッケー。まあ断層だわ。もうないか、そしたら一応ピザに設定しておきましょう、見つけた時にすぐ開けれるように。そしたらですね、ピザのもうマークはいいとして、四角い鍵を手に入れましたので、それを使いに行きましょう。この鳥は、あ、あっちにもなんかあるね。マジで無害やん、この鳥。無害鳥だわ、無害鳥。ピザ、あいつもいたのね、そういえば。忘れてた。あいつ主人公でしょ。まあ、倒しとくか、一応。あ、なんか置いてあるもんね。あ、ほっ！ほっ！ほっ！あー、やばいやばい、ちょっと油断したわ。ちょっとやばいやばい、やられちゃう、やられちゃう。ふっ！オッケーオッケー、ちょっと飲みましょう。これ危険だわ。ポーション飲みます。オッケー、これオッケー、これであと3つ、あと3つです、あと3つ集めたらコロボさんの勝ちです、はい。こっちだよね、どっか復活してるかもな。あ、大丈夫そう、オッケーオッケーオッケー。で、この先にどのぐらいあるかな、いっぱい落ちてほしいんだけどな。はい、開けました。さあ何が来る、え、やばい。調査したくねー。おい、お前とんでもねえ、丸けずらしやがってよ。おら！ホイッスイスル、あー、いや、また絶対こいつ襲ってくるだろう。いやー、怖い。まあいいや。排水！あ、意外と来ないよね。これ、脅かし要素は、ここじゃない場所。うわー、動いてる動いてる、早く早く早く！オッケー。これ待ってるとどうなる？何も起こらない。はい。めちゃめちゃビビらせてくれるやん。おい、お前、まずお前に言いたいことがある。服のまま風呂に入るんじゃねえ。さあさあさあ、これであと何個だ、あと2個だよ、足りねえよ。マジかよ、まだまだ足りねえよ。もうちょっと探しましょう、これだけはね、ちょっと見つけたいんで。そうだな、ピザ、いや、こっち行ってないやん、そういえば。いやだやだやだ、いやー、開いて、俺が開いた、よかった。開かなかったら嫌だった。はい、お、さらに開いて、なんもない。あー、これ開く、え、これ開かなくない、コロンボさん。開かない。うっそー。あ、でも広いわ。ポーションある、オッケー、ナイス。ポーションあるでしょ、絶対この先に多分もう一個があるんだと思う。で、この上と下に、そのね、開けるヒント、あ、下行けそう。待ってね。まずこっちから行ってみましょう。あー、回復エリアね。あったんかい。あるのかい。じゃあ、ここに R はツールボックスもあると。とりあえず、これいらないから、あれしようか。ちょっとしまうの方にしといて。オッケーオッケー。まあまあまあ、こんな感じかな。行きましょう。じゃあ、下。ここにあるでしょう。何かしら。オッケー。あるかな、お願い、あって、あ、トークンはあると、あるあるある、オッケー。そしたらオッケー、そしたらあと1個じゃない、これあと1個揃えれば勝ちだわ、コロンボさんの。でも、もうこれ以上はない。じゃ、この鍵を探せってことかな、もしかすると。あ、なんかみんな集まってない、大丈夫。中央でお祭りしてんじゃないよ、やだな、ちょっと。どう倒す？まあ、ピザの箱に絶対に入ってると思うんだけど、そのピザのやつが見当たんないんだよね。ビビった。怖い、この鳥。可愛いけどさ、怖いです。
あ、これもそういえば調べられる。あ、これじゃん、ほら、これアンロック。あー、オッケー、なるほどね。そうかそうか、忘れてたわ。オッケー、これで揃いましたね。揃ったんだけど、はい、足りたけど、これ何え、これは、あ、待って、あ、なんか光ってる、下が光ってるから、あ、なるほどね。あー、できたできた、よくわかんないけどなんかできた手紙が出たわけだ。そしたらで、この手紙をあっちに入れるわけね。なるほどね、簡単じゃんめちゃめちゃ戸惑った人。オッケー、勝ち確勝ち確勝ち確、いけ、おい、あ、クランクメモ、もしかしたらこれでスタジオの他の部分がアンロックされるかもしれない。めっちゃ咳してる、かわいそう屋根のどこかで使われたようだ。じゃあ一回戻る。なんだここ何ここ、シーク、シークレット字違くねなんて読むんだろう。エンター、エントランス、どういうこと。あ、クランクここかい適当に使ったらいけたわ、やった。わっと、おい、やばいやばいやばい、うえ、どこに来た。まああのままじゃ立ち直る。どこに来た。 ABC123 おら、あ、な、あ、ムービー入った、ムービー、あ、なんか、あ、いっぱいある、ダクトで、あ、リッキーうーん、今来たばっかりだよ、でも僕もここに来たことがないんだこいつは何者なんだ、ガチで。屋根を探しに行く感じですね、多分ね。関係ないが、ドンキによる頭部の外傷ってどう思う。何言ってんだこいつ。今度は何のようだ。もちろんレイサー、モンスター管理人としては最高なんだけど、オーガニックのメンテナンスにちょっと夢中なんだ。モンスターの管理人がいるわけ。パイプから飛び出してレンチで人を殴ったりするんだ。パイプから飛び出して、パペット全員イカれてるのか。レイは閉鎖前でさえ少し不自然だったんだ。だからここに移されたのさ。レイっていうのがボスなのかもしれませんね。エレベーターを起こさ、ゴードン、本当に気にしてくれ。ケーブルは錆びてるだろう。ケーブルが錆びてる。チャンスに行って無理だろ。髪を洗いにね。全然髪ねえやん、お前。よく喋るやつだな。おバカなパペットだ。ほら、レイとかいうやつが敵なのかもね。なんか書いてある。おーん、シティトリビューション。軍隊の単然鉄砲、恐怖の戦争、何？戦争のあれ話？何言ってんだ。戦争が終わって、こういう楽しい番組を作ったみたいな、そういう感じなのかな。なんか、あ、やばいとこ来ちゃったな、なんか。いるわ、普通に。ダメだ、ここはまだ早い。戻ってくる、あ、戻ってきたね。オッケーオッケーオッケー。ちょっとエレベーターにかけてみようか。やばい、めっちゃ嬉しい、ダクトテープ。やっぱダクトテープは少ないみたいだね、どうやら。数が。あー？もう、ここは？あー、やばいやばい。気づかれた。下がりながら。で、待った。下がりながらちょっと無理だわ、これ。ちょっと難しい。ここ絶対よく通る場所でしょ。いく何人か縛っとるとかいいよね、これ。もう使っちゃう、ダクトテープ。うらっ !OK。はい、まあ、ということでね、今回はこんな感じにしときましょうかね。まあ、皆さん、このゲームね、ちょっとまだ続きが見たいよと思ったら、よかったらグッドボタンもよろしくお願いします。皆さんね、評判良さそうだったら、また続きをやってみたいと思います。それではまた会いましょう。コココー、コロンボー！バイバイ。